前に今年のですね、12月シーズンも近いですので、まあ大まかなこれカタログですけども、カタログはですねホームページとかスキー場 TV とかそういうので PDF で全部撮れるようになってます、はい、それの説明をですね、はい、よしょよしょしてください。まず仲良し広場、はい、そうですね、まず仲良し広場の方はですね、はい、そり滑りや雪遊び専用のゲレンデになります。スキーヤーやスノーボーダーの方が入ってきませんので安心してですね雪遊び等ができます。まあぶつかるとか、そうですね、そうした心配はですね少ないと思います。また格好としてはですね普段の防寒着や長靴で十分と思いますので、ぜひ家族連れで、まあちょっとスキーは大変かなと思うお客さんにとってもですね、ちょっと雪遊びをしたいお客さん等も来ていただければ大変嬉しく思います。子供さん用例えば借りたいとかウェアがはありますね。はい、ウェアの方はですねスキースノーボードウェアと、またですね長靴についてもレンタルの方がありますので、借りられるお客さんがいましたらぜひ借りていただきたい。ソリもあるんでしょ。はい、ソリの方は販売になってますので。販売、はい、草ソリでですね、自分で使いよるソリでも持ってきても持ち込み可能ということですね、はい、大丈夫です。で次、はい、開いてください。はい、ですね、スクール、まあボードのスクールと、はい、スキーのスクールがあります。はい、スキースクールはなんか公認で非常に、まあ、九州ではそうないですけども説明してください。はい、スキースクールの方は石川プロスキースクール、あとスノーボードスクールはミリオンスノーボードスクールが入ってます。もともとうちのゲレンデの方はですね初心者向けに作られてますので、スクールに入ってですね練習をしていただくとより楽しくですねスキースノーボードができると思います。また怪我等もですね最初にこけ方等から指導していきますので、初めての方はぜひスクールの方に入っていただきたいと思ってます。なんかこけ方を私も聞いたんですけども、はい、なんか教えるらしいですね。そうですね、はい、怪我しないようにですね怪我しないようにね、はい、それとそこ12月からの大まかな予定ですね、はい、細部については年間行事予定、その予定については、はい、またずっとホームページとかなんとかで連絡はしますけど、はい、一応の予定をしてください。そうですね、じゃあ、はい、大まかな予定だけ説明します、はいはい、12月9日にまずスキー場の方がオープンの方をします。はい、はい、あと1月2日の方にですねスキー場の方で新春花火の方をですねナイターの時にあげたいと思いますのでよろしくお願いします。新春って言ったら正月ですか。1月2日の日ですね。1月2日に、はい、そうです。夕方何時頃から。8時15分ですね、夜の。はい、なるほどですね。はい、去年ちょっとされたでしょ。そうですね、あれと同じような。12月の24日にしましたが、今年はですねちょっと日程を変えて1月の方に行いたいと思います。お家族連れで、そうですね、来てほしいということですね。入場料は、そうですね、ナイター料金が必要になりますので。ナイター料金は、はい、必要ですよということですね。はい、そうです。まあ滑ってもらってですね、はい、そのついでに見ていただくというような、はい、でそこにですねカタログ、要するに宮崎とか福岡とかいろいろバスとか代理店があるんでしょ。そうですね、要するにスキー場まで来る。はい、ありますね。もしですね、はい、車の運転等心配な方はですね、はい、はい、ホームページ、またパンフレットに載ってますので、こちらの方のですね福岡との方に電話をしていただければと思ってます。福岡と宮崎、そうですね、福岡、宮崎、大分、大分、はい、3箇所あるんですね。はい、あと熊本の方からもですね、出てますので。はい、わ、はい、かりました。お願いします。次はね、価格と、まあ要するに、まあ、ここのスキー場の手ぶらで体一つで OK と、はい、一流メーカーレンタルウェア4000セットと、はい、いうのがあります。はい、それだけ一流メーカーの商品が揃ってます。ざっと説明してください。そうですね、まずチケットの料金についてはですね、昨年まで1日券まあ、4時間券が主な券だったんですけど、今年からですね8時間券、時間券とですね、まあ
土日は手術券というような形で行ってます。詳しいことはホームページの方ですね、見ていただくと分かると思います。またレンタルにつきましては、スノーボード製品は主にバートンで揃えてますので、大変バートンの初心者向けですね、ちょっとよく曲がりやすい、こけにくい板を使ってますので LTR っていうんですか、初心者、そうですね、はい、初心者の方もですね、十分楽しめるんじゃないかなと思ってます。スキーの方もですね、いろんなメーカーを揃えてますので、ぜひ来てですね、いろんなスキー乗ってみていただければ、よりまた楽しめると思いますので、お願いします。レンタルはちょうど事務所の前ですよね、入り口のところにコーナーありますよね。はい、あります。毎年結構レンタルも多いですよね。そうですね、レンタルを借りていただくお客さんもたくさんいますので、うん、はい、ありがたく思ってます。なんか社会保険証とか免許証いるんでしょ。そうですね、借りる際にですね、免許証が必要になりますので、はい、身分を証明するものが必要になりますので、社会保険証でもいいわけ。はい、大丈夫です。まあ忘れないでね。そうですね、代表者一人の方だけで結構です。代表者グループで来たら代表者一人だけ、はいはい、そうです。そうですね、次をね、次はですね、これはオープン12月9日オープンするんですけども、はい、福岡からのおよそにバスで、6000円でありますよということですね。そうですね、ちょっと説明してください。はい、はい、こちらの方がですね、オープンバスツアーということで、ジェット旅行さんの企画ですかね。そうですね、はい、はいはいはい、ジェット旅行さんの方、福岡のね、はい、福岡からバスで、はい、企画していただいてます、ありますよと。はい、大変ですね、はい、安い値段でですね、ここからバス代込みで来れますので、ぜひオープンの日は、またオープンの日はですね、餅巻き等もしますので、景品付き餅巻き等もしますので、ぜひお越しください。次、続いてですね、はい、こちらの方、ジェット旅行のバスツアーになります。ジェット旅行さんの企画もありますよね、はい、そうですね、だいたいシーズン中こちら12,800円で送迎バス、あと帰りの温泉、温泉付き、スキー、スノーボード、ああ、はい、温泉付き、はい、そうですね、レンタルウェア、リフトチケット、初心者レッスン等もついてますので、大変お得になってますので、初心者の方はですね、また運転にですね、ちょっと心配のある方はぜひこちらの方でお越しください。 Z 旅行さんは福岡の方からはですね、1月ぐらいから毎日出てますので、毎日、はい、じゃあ連絡して、ね、電話して連絡して、はい、福岡のどっかで乗ると。そうです、途中で乗ることもできるんですか。途中でもできますので、その辺は、ね、連絡してもらえればいいですよということですね、いただいて聞いていただければと思います。今いろいろ説明したのはですね、はい、スキー場のカタログと、ホームページ全部、この内容については全部 PDF で取れますので、分からんかったらね、直に取ったやつで分かってスキー場に電話すればいいと思います。はい、そうですね、で大体ですね、私がスキー場ちょこちょこ私も来てるんですけども、最初スタートから大体3月末ぐらいまで雪がないっていうのはないですね。そうですね、ほとんどありますね。12月にもですね、ICS といってですね、はい、氷を砕く機械で作りますので、はい、はい、雪の方は大丈夫です。せっかく来たんだけど、そうですね、滑られなかったとか、はい、ちょっと薄いなとか、そういうあれはないということですね。まずないですよね。そうですね、1月2月は特に大丈夫です、うん、だからやっぱりいつ来ても大体滑れると。はい、そうです。行ったけど、もう夫婦言って3時間来たんだけど、なんか半分しか雪が積もってなかったとか、はい、そういうことは去年も一昨年もなかったですね。とにかく安全で楽しい、はい、レストランもメニュー結構充実してますよね。はい、席も460席ありますので、はい、大丈夫です。今年も去年は9万5000人とかね、はい、もう近い線を出しましたので、はい、今年も広島からも来てもらって、はい、宮崎からも来てもらって、はい、頑張るようにしてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いしておきます。お越しお待ちしてます。はい、お願いしておきます。はい。